産後鑑賞ということでやっていきたいと思います。秘密基地フェガム総帥ハッチーでございます。今回は、高知の重賞レースですね、産後鑑賞、高知もね、売り上げが上がってきて、こう生え抜きの馬たちが稼げるようになってきた、生え抜きの新馬戦、そこからね、活躍馬が出てくるようになってきてね、非常にレベルが上がっているところなんですが、そのね、大事な役割を果たしたあの名馬が復帰ですということで、今回は一応こういう予想でいきたいと思います。軸は8番スペルマロン、もともと絶対王者だったわけなんだけれども、そうやってね、売り上げが上がる、賞金が上がるって中で、他の馬たちもコーチを目指してやってくるようになった、そうなってくるとね、レベルの高い馬たちが集まるようになって厳しくなってきた、もちろん自身も年を取ってきたということで、高知初の、高知だけで1億円稼いだ馬スペルマロンですが、今年の、ね、前半は連敗ということで休養入りをしていました。そこからの復帰初戦ってことでね、復活を期待したいなと、もう一回、スペルマロンが勝つ姿を見たいなってことで、今回は本命を打っておきたいと思います。そして4番のグランデラムジー、24万石賞の2着馬ってことで、この同じ距離なんですね、今回と。前走勝ってね、調子も上がってきてますし、1004とかその辺じゃなくて、この長めの距離の方を得意とする馬ってことで入れておきたいと思います。そして9番アメージングラン、前走ね、その短い距離の方ではあるんですけれども、ダノングッドを破って重賞を勝った、縦寄り分け賞を勝った馬ということでね、業績はマイルあたりまでで、そこから先の距離延長の実績が今のところまだ走ってもなかったりするんで、未知数ということでね、紐までの評価でいきたいと思います。そして10番エンシンピストン、休み明けになりましたね、この馬は。体調がどこまで戻っているかと、3走前がね、この1900m 戦24万石賞で、グランデラムジーにも先着を許したものの3着、そうなってくるとね、逆に一息休みを入れた分、この馬の方が体調面では上を行ってるんじゃないかなということでね、逆転まで見て紐に入れておきたいと思います。そして12番グリードパルフェ、去年のね、知事賞の勝ち馬ですからね、距離延長ならこの馬っていう形はにはなりますね。もちろんね、そこからスペルマロンがこう負け続けちゃってるって考えると、スペルマロンを王座から引き下ろした馬ってことで、こっちをね、本来だったら軸で馬券買うべきじゃないかななんて思いつつですね、正直コーチのこの流星をね、一つこう象徴となるのはスペルマロンだなということでね、思い入れ馬券を込みでね、こういった形でいきたいと思います。そんなわけで、本日のね、もう終わってるかもしれないですけど、セントライト記念はメインチャンネル、フェガム TV の方で予想が上がってます。あとはね、キャロットの、この馬当たりましたみたいなね、報告もこちらメインで上げてます。一口話のね、通常の話題だったりとか、その他もろもろね、いろんな競馬の話はこちらのチャンネルでやってますんで、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。